はい。どうも、ゆきです。悲しいことに、カマキリ、腹広カマキリの、おそらくメスが、今日お亡くなりになっていたんです。で、おかしいと。今までちゃんと水も餌も与えていたんだが、最近、カマキリ、まあ、腹広カマキリがですね、もう一匹捕まえて、で、同じようにいきなり死んだんです。で、それを死ぬからつって、こいつに与えた3日後ぐらいに、この子が死んだんです。で、考えられる原因はただ一つ。ハリガネムシ。カマキリに寄生したハリガネムシのせいではないかという理論です。なので、まあ、ハラビロカマキリは、ハリガネムシのよく寄生されるという話を聞いたことがあります。なので、これは、しっかりと、確認する必要がある。おかしいんだよ。しっかり水もあげて、餌もあげていたのに、かなり腹が膨らんでます。これは腹が膨らんでるということは、餌はちゃんと食べていたということに、が考えられる。それでは、メス、入れさせていただきます。カマキリくんすまん。針なの。待ち針というか、裁縫用の針で。裁縫用の針で。ちょっと、カッターだと、厳しい。これで徐々に、広げて、いくしかない。まあ、だが、宿主が死んだっていうことは、ハリガネムシもこの中で死ぬはずではないか、とは思うんだが、どうなのかは知らん。まあ、未だにハリガネムシは一回も見たことはありませんが、死んでいるのなら見たことはあるんですが、にしたっておかしい。カマキリは生まれてからだいたい半年で死にます。寿命が非常に短い昆虫です。あ、言うときますけども、グロ注意ですよ。あ、もうすでにあれか。もう遅いか。まあ、カメラの解像度が、ピントが合ってないんで、まあ、モザイクにはなってると思うんで、いいですけど。
つからないですね。腹には見つからない、それらしきものは。この後は、もし原城くんが、そうですね、の中にしっかり、ハリガネムシが確認できなければ、これは近くの公園のカラスとかに見つからないような場所で、茂みの中に、アリくんの餌として、自然に返す。そして気になるのがね、このね、死んでる時のこのカマキリくんの目なんですよ。これもうぼやけてさっぱりわからねえ。中心だけが黒になってて、他は緑色なんですよ。まあカマキリは夜になると、暗くなると、目が黒くなるっていうのは、当然わかってるんですが、実に中途半端な状態であるんですよ。残りは、この、首のあたりか。何にせよ死因が全然わからん。いや、もうそもそも寿命なのかもわからないが、わからない。ハリガネムシは、いるのか。見た感じ、いそうにないですね。ここでカッターを使う。首のあたり、切開し、すまん。いませんね。となると、もう這い出したか、いや、そもそもいなかったということか。一番この先端の部分はどうなってるんだ。いませんね。見たところありません。ということはあと一つは、ハリガネムシがいるという場所は、ケージの中。ケージの中はこんな感じで、違う、これか。まあ、ミルワームをですね、まあ、主に餌として与えている、いたんですが、こんな感じで、ハスクチップと、これミルワームですね。あとこれ、ハナムグリですね。で、近く食ってたんですよね、その時は。だからこの中にもしかしたら、ハリガネムシが潜んでいる可能性はないですね。ないです。ということは、俺の思い違いか。毎日しっかり水も与えていて、そうですね。ミルワームもちゃんと与えていたんですが、今まではちゃんと食べていたんですけど、死んでしまった。なぜなんだ。わからん。これは本当に、寿命なのか、寿命であの、あのまま、そのまま、パタッと死ぬのか、いきなり。昨日まで元気だったような、
感じなのに、いきなりパタッと死ぬんでしょうかね。まあ、少なくともハリガネムシはいなかったということで、うん。ということは何かしら、餌食べなくなったから、そやね。まあ、霧吹きで、餌を、たちゃん、水を毎日、シュッシュッシュッと、かけて、いたんですが。まあ、餌もちゃんと死なないように、そこの、小麦粉ですね。小麦粉をしっかり、与えといて、その、ミルアームをその中に入れておくという感じだったんですが。わかりません。ということで、今から近くの公園の茂みに、トイレットペーパーで、ね、ティッシュペーパーは分解されませんからね、水に溶ける、トイレットペーパーで、埋葬はしません。埋葬はしません。ピンセット。知らやはり俺の飼育の飼育上問題があったのかもしれませんね。飼育上の問題があったかもしれません。まあ、何にせよもう死んでしまった命は帰らないんで。そして花むぐりくんも餌として取っといたんですが、結局食べなくてですね。食べませんでしたからね。この内臓の部分も、ちょっとトイレ、ティッシュペーパーに、くっついてしまってるんで、これも、しっかり、与えることにしましょう。ここの部分は、全部、ティッシュペーパーも、一緒に持っていって、次の日回収に行きましょう。ティッシュペーパーは。今までありがとう。そして、俺のせいで死んだのであれば、申し訳ない。それでは、ご視聴ありがとうございました。